陸右再線は、山形県新庄市の新庄駅から同県、東田川郡庄内町の余名駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。奥の細道も上川ラインの愛称が付けられている。その名の通り、路線の大部分は、最上川沿いを走る。川沿いを走る区間では、もがみ川の渓谷を、車窓から見ることができる。余名駅構内は、 新潟支社、それ以外の区間は仙台支社の管轄である。1913年に新城、小口間が坂田線として開業したのが始まりである。坂田を目指して小刻みに延長を繰り返し、翌1914年に全通した。1917年には陸羽東線の全通に伴って新城坂田間が陸羽再線に解消された。以降は坂田から 秋田方面へ、余梅から分岐して、村上方面へと路線が延長され、1923年には、新城うご岩谷間、余梅ネズミガ関間及び坂田埼上川間の貨物支線が陸再線を名乗った。1924年に、秋田から羽越北線がうご岩谷まで延伸されると、陸再線のうご岩谷ネズミガ関間及び、 貨物支線が羽越北線に編入されて、上越線に解消され、陸羽西線は、新城余目間となった。余目駅から、上越本線に直通する、新城駅坂田駅間の列車が5往復、陸羽西線内で完結する、新城駅余目駅間の列車が4往復設定されている。一部列車は、新城駅で行き先を変更して、陸羽東線に直通する。かつては、 時刻表上に明記される陸道線直通列車も存在した。1993年12月1日からワンマン運転が実施されており、車両は1998年から専用塗装のキハ110系が使用されている。速達列車として快速、もがみ川が新城駅坂田駅間に一往復運転されている。現在、全列車ワンマン運転を実施しているが、 臨時列車など、車掌乗務が必要な場合は、山形運輸区の車掌が乗務する。また、山形県の省内地方と、道県内陸部の最上地方との短絡線であり、さらに、大羽本線を経由して、県と山形市や仙台、東京方面に通じることから、かつて以下のような急行列車が運行されていた。このうち、ではは、夜行列車である。道路線の急行列車は、 山形新幹線が東京駅山形駅間で運行を開始した1992年7月1日に最後まで残っていたガスさんが快速に格下げされたことで全廃された2005年12月25日に発生した特急列車脱線事故で上越本線の坂田駅余る目駅間が一時不通となった際には2006年1月18日まで全列車が 余るめ駅折り返しの線内のみの運転となった。新城駅坂田駅間を陸羽再線、上越本線経由で運行されている快速列車として、最上川が一往復運行されている。全車自由席。陸羽再線の最速列車としての側面のほかに、山形新幹線接続列車としての側面も有している。使用車両はキハ1 1 0で、 通常は2両編成で運転されている。小ご所属のキハ110系200番台のうち、243、244、245の3両は椅子を回転させて窓側に向けることができ、もがみ川の景色を鑑賞できる。便宜上、過半数の列車が直通する、上津本線坂田駅までの区間を記載。 2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は新庄駅、小口駅、刈川駅、余梅駅、酒田駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。各年度の平均通過人員は以下の通り、ありがとうございます。